こんにちは。皆さん、今日は日本の戦国時代を彩った一人、豊臣秀吉と彼が行った壮大な冒険、朝鮮出兵についてお話しします。秀吉は戦国時代の混乱を終わらせ、初めて日本全土を統一した人物です。しかし、彼の野望は日本だけにとどまらず、海を越えて朝鮮半島へと広がりました。この動画では、秀吉がなぜ朝鮮出兵を決断したのか、その経過はどのように進展したのか、そしてその結果が日本と朝鮮半島、さらには東アジア全体にどのような影響を与えたのかを詳しく見ていきます。歴史的事実と最新の研究をもとに、秀吉の壮大な冒険とその真実を解き明かしていきましょう。豊臣秀吉は天文6年2月6日、1537年3月27日に尾張国愛知郡中村、現在の愛知県名古屋市中村区で生まれました。彼の出自については通俗的に広く知られていますが、史学としては諸説から確定的な史実を示すことができていません。彼の父親については同時代資料に素性を示すものがなく、また大満どころの実名は中であると伝えられています。彼は15、6歳頃故郷を出て近隣の国々を転々としながら様々な仕事をしていたと言われています。その後、織田信長の下で働くことになります。彼は織田信長が天下統一することを信じて、誰よりも仕事をして出世し、それが後に天下統一することにつながることになります。豊臣秀吉は織田信長の死後、次々と全国の有力大名を従わせることに成功します。1585年に関白を命じられ、太政大臣となったことから日本の権力において頂点に立ち、天下の統一を成し遂げたことになります。これらの事実から見て、豊臣秀吉は非常に野心的であり、困難な状況でも自分の目標を追求する能力があったことがわかります。彼の生涯は出世欲望と野心がどれほど強力な動力となり得るかを示しています。ではここから豊臣秀吉が朝鮮出兵を行った背景について考えていきましょう。豊臣秀吉が朝鮮出兵を行った背景にはいくつかの要因があります。まず、秀吉は全国統一を達成した後、三重の出兵を計画しました。そのために朝鮮に服属を要求しましたが、朝鮮はこれを拒否しました。これにより秀吉は朝鮮出兵の準備を始め、1592年文禄元年に15万余りの大軍を朝鮮に派遣しました。しかし、この出兵は必ずしも順調に進んだわけではありません。初めての出兵である文禄の役では日本軍は破竹の勢いで進撃しましたが、明の援軍が到着したことで戦況は膠着しました。その後、一時的な停戦となりましたが、明が秀吉の要求を無視したため戦闘は再開されました。結果的に豊臣秀吉による朝鮮出兵は成功せず、1598年慶長3年に豊臣軍は朝鮮から撤収しました。この失敗は豊臣政権に暗雲をもたらし、家臣団の分裂を引き起こす一因となりました。これが豊臣秀吉の朝鮮出兵の背景と経過です。これらの戦いは16世紀における世界最大規模の戦争であったと言われています。しかしこれらの戦闘は双方とも失敗に終わり、豊臣政権に暗雲をもたらすこととなりました。豊臣秀吉の朝鮮出兵は日本だけでなく朝鮮半島と東アジア全体に大きな影響を与えました。日本への影響。朝鮮出兵はこの戦争に過大な兵役を課せられた西国大名を疲弊させ、家臣団の分裂や内乱を招き、かえって豊臣政権の基盤を危うくする結果となりました。その一方で、徳川家康は諸大名中最大の石高を持ちながら九州への出陣止まりで朝鮮へ出兵しなかったため、以後隠然たる力を持つようになります。五大老の筆頭となった家康は秀吉死後の和平交渉でも主導権を握り、実質的な政権運営者へとのし上がっていきます。家康の急成長は石田三成ら豊臣政権存続を図る一派との対立に発展、関ヶ原の戦いに圧勝した家康は日本国内で不動の地位を得て徳川幕府を創設することになるのです。朝鮮への影響。朝鮮出兵は朝鮮半島にも深刻な影響を与えました。戦争は多くの人々の命を奪い、都市や農村、そして経済に甚大な被害をもたらしました。しかしこの困難な時期を乗り越えることで朝鮮人は団結し、国民意識が高まりました。明への影響。明もまたこの戦争から逃れることはできませんでした。明は大量の軍事費を投じて日本軍と戦いましたが、
オレガミンの財政を圧迫し、その衰退を加速させる一因となりました。この出兵は日本の戦国時代を終わらせ、初めて日本全土を統一した豊臣秀吉の野望が日本だけでなく海を越えて朝鮮半島へと広がったことを示しています。しかしこの出兵は成功せず、その結果は豊臣政権に暗雲をもたらしました。一方でこの出兵は朝鮮半島の人々の団結を促し、国民意識を高めるきっかけとなりました。また民にとってもこの戦争は大きな負担となり、その衰退を加速させる一因となりました。これらの事実から見て、豊臣秀吉とその朝鮮出兵は日本だけでなく東アジア全体の歴史に大きな影響を与えたことがわかります。そしてその影響は今日まで続いています。もし豊臣秀吉の朝鮮出兵が成功していたら、ここでもし豊臣秀吉の朝鮮出兵が成功していた場合の世界線について考察してみましょう。東アジアの歴史は大きく変わっていたでしょう。日本が朝鮮を征服した場合、日本の影響力は東アジア全体に広がり、その地域の政治、経済、文化に大きな影響を与えていたでしょう。また日本が朝鮮を通じて民と直接交流することが可能になり、日本の国際的地位が向上した可能性もあります。朝鮮半島が日本の支配下に入った場合、その社会構造や文化は大きく変わっていたでしょう。日本の制度や文化が導入され、朝鮮半島の人々の生活や価値観に影響を与えていた可能性があります。民にとっても日本が朝鮮を支配することは大きな脅威となっていたでしょう。民は日本との直接対決を避けるために、より積極的な外交政策を取るかもしれません。現代では朝鮮半島にも律令国が置かれ、当時の八島が律令国に移行する形になり、そしてそのまま県になったかもしれません。県が設置されたあたりで景気島は府になり、茨道、平安道、全羅道、慶尚道は2つの県に分割されるたかもしれません。交通面では博多ソウル間に朝鮮新幹線が開業したかもしれません。当然東京や新大阪から直通列車が運行されているでしょう。都市開発では福岡市が日本第二の大都市となっていたかもしれません。またソウル特産の人口の方が多い可能性もあります。産業は内地の炭鉱が現役だったかもしれません。現代の車やサムスンの電化製品が正真正銘の日本製品になったかもしれません。文化面では李春新像ではなく豊臣秀吉像が朝鮮半島各地に建てられたかもしれません。これらはあくまで仮定であり、考察の一つではありますが、それが現実になるかどうかは誰にもわかりません。以上が豊臣秀吉の朝鮮出兵についての解説と考察でした。いかがだったでしょうか。歴史は一度しか起こらず、その結果は多くの要素によって決まります。それぞれの時代や地域が抱える課題や選択肢を理解することで、私たちは現在や未来についてより深く考えることができます。そしてそれが私たち自身の選択や行動に影響を与えることでしょう。それではこの動画をここで終わりにします。最後までご視聴くださりありがとうございました。